マックス・スレイ・ホークとは、ドイツの画家である、ロビス・コリンとマックス・リーバーマンと並んで、ドイツ印象派の代表的作家とされ、ドイツにおける外交派の代表とされる、バイエルン州のランツフートに生まれた。1885年から1889年の間、ミュンヘイン美術院で学び、当時の美術院のスタイルであった暗い色調の絵を描いていたが、1889年に、 パリを訪れ、私立美術学校のアカデミー・ジュリアンに入学した。1896年には、ドイツの風刺雑誌、ジンプリチ・シムスやミュンヘンのエイリ雑誌、ユーゲントに挿絵を描き、翌年ウィーンで、初めて古典を開いた。1890年代の終わりには、スレイフォークとの絵画の色調は明るいものになっていた。1900年には、 パリ万国博覧会のドイツ館のために作品を描き、1901年にはベルリンにロビス・コリントと共に移り、旧来の芸術を批判し、伝統からの脱却、分離を標榜したベルリン分離派のメンバーに加わった。1914年にエジプトを旅し、多くの油絵や水彩画を描き、イタリアを旅して帰国した。ラインラントプ・ファルツ州のラインスヴァイラーの古い館を、 購入しそこに住んだ。第一次世界大戦中は戦場画家として西部先生に動員された。ありがとうございます。